ビクトリアフォールズジンバブエ内の位置ビクトリアフォールズはジンバブエの都市。北マタベレランド州に属する。人口3万3000人。ジンバブエの北西に位置し、ビクトリアの滝に隣接する。ザンベジ川を挟んでザンビアのリビングストン市と接する国境の町である。ビクトリアフォールズはビクトリアの滝の水力発電の開発のために1901年に開かれた。 1905年には、ビクトリアホールズ橋が開通し、北のザンビアと連絡する交通の要衝となった。1930年代からは、ビクトリアの滝の観光ブームが始まり、街も経済ブームを経験した。1960年代まで続いたブームは1970年代には、ローデシアの政治上の孤立によって一時沈退した、ものの、 ジンバブエの独立した1980年代からは、再び観光ブームが始まり、現在でも世界中から多くの観光客が訪れる。ビクトリアの滝の観光の拠点となっており、ホテルが立ち並んでいる。また、ここから、ボツワナのチョベ国立公園は1 0 0トルほどしか離れていないため、ここからのツアーも再行されている。完全に観光による外貨に依存した経済を持つため、 ジンバブエの経済崩壊時にも、国内の他の地域に比べて、やや被害は軽く、治安も、他地域よりは保たれていた。道路と鉄道が 109km 南東のワンや 440km 南東のブラワヨと連絡しており、またビクトリアホールズ橋によって、ザンビアのリビングストン市と連絡している。街の 18km 南には、ビクトリアホールズ空港があり、 ヨハネスブルグやナミビアとの航空便の連絡がある。ありがとうございます。